まずはバファローズの先発山下、京セラドームのマウンドに上がります。さあファイターズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。赤星さん、バッター目線で相手ピッチャーの立ち上がり、どこに注目されているでしょうか。そうですね、どれくらい投げたいところにコントロールできているかに注目したいですね。あ、なるほど、制球力ということですね。ファウルになります。振ってきませんか。振ってきません、外れています。打ちました、これもファウル。見逃して三振になります。まず一つアウトを取りました。バッターは2番に入っている加藤。山下、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。初球は何から入ってくるか。初球打ち、ファウルになります。またファウル、これは内へ外れます。打ちました、流しました、落ちました。ワンアウトランナー一塁です。さあ一塁に先制のランナーを許しています。バッターは浅間、そして塁上には加藤。ここは通る、走ってヒットエンドラン、これはショートライナー、一塁転送はアウト、ダブルプレー。ランナー出ましたが、これから2回ファイターズの攻撃です。そしてバファローズはピッチャーが変わります。背番号12、東、マウンド上に上がっています。点差はありますが、序盤からの登板ということになります。バッターは4番野村。バファローズリードで迎える2回です。アウトコース、ファウル。3球目打ちました、ワンバウンドヒットになりました。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。打順は5番万波。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球空振りです、ボールになります。バッター、これはどうか、取った、二塁は無理、一塁送球アウト。ここは送球が間に合っています。さあそして打席には清宮が入ります。さあワンアウトになりましたが、ランナーを得点圏に背負っています。早い段階から相手のチャンスを潰し続けることが重要ですから、しっかり切り抜けてほしいですね。なるほど、そうですね。打ちました、ファウルになります。低め、これは外れた、フルカウントになります。インコース詰まりました、東掴んで2アウト。さあそしてバッターボックスには伏見が入っています。さあ2アウトながら得点圏にはランナーが残っています。まあこういった要所を締めて切り抜けてほしいですね。なるほど、そうですよね。ファウルになります。4球目は何で来るか、誘ってきましたが見極めています。打ちました、ピッチャーゴロです。一塁へ、一塁アウト、3アウトです。さあご覧ください、先ほどのプレーになります。